はい、では1週間を見ていきましょう。今度は17週目の相場予測になります。24日から4月の28日までですね。別の動画で FX オリガルヒの方にはお話ししましたけども、ファンダメンタルの要素が1週間予測をする上ではかなり関わってきます。そのファンダメンタルをこう考える上では、価格とかね、現在価格とかこのチャートってのはね、別に見ないようにできるんですよ。で、単なる情報だけで精査しますので、そちらの方はそちらの方の動画でね、 FX オリガルヒの方にはしっかりご覧いただきたいと思います。さあ、そしてですね、こちらの方はいつも通りなんですけども、価格とチャートの形だけで、テクニカルだけで見ていきますので、今週ね、言いたいのは、先週は、上昇する圧力があるということでお話してきましたけども、今週は27、28日にファンダメンタル要素があるので、1週間が終わった時にね、結局130円の114という現在価格よりも上か下かっていうのはね、分かりませんけども、テクニカルだけで言うと上です。133円台になることはないでしょう、17週目が終わった時ね。で、135円に行ってるかどうか分かりませんけども、まあ多少でもね、上がっていくんじゃないですか、135円方面に。で、それが見て取れるのがこのウィークリーの図なんですけども、1週間足って上昇してるでしょ、まあ、それだけなんですよ。もう上昇に向かってる途中なんで、このまんま次の週も上がるだろうと。強いて言えば上髭が出てますんで、上に行く圧力が抑えられてきて、もしかしたら今回の17週目は下に行ってしまうかもしれないよと、それが今回テクニカルだけじゃなくてファンダメンタルがちょっとね強いんで、28日なんで特にね、ファンダメンタルが15時半あたりから強くなってきますんで、大どんでん返しがあるかもなっていうことで、1週間が終わった後どういう価格になってるかってことは分かりませんってことになります。分からない根拠を分かってればいいわけですよ。いかがですか、分からない根拠分かりますかね、ここまで言ってて。はい、じゃあ次はデイリーの方に行きましょう。デイリーはご覧のように右上の方に、ね、進んでますね。右肩上がりになってますね。その中でも4時間とか1時間で見ると下に行ってる時間が長いかなとも見えます。ただデイリーとしてはこれからも上昇の圧力が十分ありますので、あれ、まあ何と言いますかね、まあ迷った時は倍でいいんじゃないですか。17週目もね、迷った時は倍で入れていくって形です。はい、では次4時間です。4時間はね、なんとかトライアングルってやつがあったでしょ、あれがもうそろそろ効力を失ってくる頃かなと思いますんでね、こういう風な斜めがありますけども、ちょっとだけえぐれていったんですけども、今価格は上の方にいますから、順当に見ればもうトライアングルの下の方には入っていきませんから、こっちの方には上の方でこれから価格の移動があるんじゃないかなと思います。まあ、ですんで、1週間足とデイリーも見ていただきましたように、上の方に行く圧力が強いんじゃないかなってことですよね。まあ、しかしね、これも繰り返しになりますけども、17週目はね、大きな材料が働くんですよ、28日に。だから週間取引はちょっと難しくなるよってことです。だから27日ぐらいまでに決済するんだったら、もうこれね、倍でいいと思いますよ。だから週間取引って言っても、月曜日から金曜までとは限らず、26とか27日ね、水曜日とか木曜日に利益確定してエグジットっていう作戦もあるわけですよ。で、この辺はちょっと難しくなりますんで、コンサルの方でお話しますね。はい、次は1時間です。1時間は横倍ということになりますね。まあ、ですんで月曜日は多分私といえどもエントリーするタイミングがないかと思います。月曜日にね、大きく寄り付きで動けばね、また手を打つ方法もあるんですけども、当面はこういう風なレンジで構えていくことになるんじゃないですか。こういう風なレンジで、まあレンジ内オプションになるかもしれませんけどもね、これで勝負していくってことになると思います。まあですんで、月曜日明けて値段がここだとちょうど真ん中ぐらいなんで、まあエントリーするには至らないかなと。だから月曜日の解説としては、レンジ内オプションでこの辺りに来たら玉を立てようかなっていうふうな考えになると思います。まあ、ということでね、今週1週間は基本的には上昇圧力が勝つんですけども、28日にしかもお昼ぐらいにね、15時ぐらいに材料が入り始めますんで、
まあ早めに撤収する羽目になると思います。迷った時はバイ、これが17週目の方針です。それではお疲れ様です。